after 700 meters, keep to the left towards Dumas. Dumas. はい、ということで、ケルン、ケルンですね。あれなんですかね、大聖堂ってやつですかね。keep to the left. でかい。雨も止みましたね、大体。なんかいかにもヨーロッパという感じですけど、目的地、ホテルまでは約 2.6 キロ、もうすぐですね。で、そのホテルから、グローリアシアター、今日 Perfume のライブやる場所にまでも、まあ、歩いて5分ぐらいで着くんじゃないかという場所に、宿を取りました。危なかったな。しなりに
ましたかね、ビデオで。うわー、すごい、かっこいい。これは上がりますね。左側にはまたなんかよくわかんない。結構ケルンは観光しがいのある街っぽいですね。さて問題はこの先、たどり着くのかな。もう早速トリッキーな。Meters, keep to the left, and then keep left. だからね、こうやってまず右に曲がるじゃないですか。左行けって言っても右曲がるんですからね。すごいトリッキーですね。これで左に行けと、はいはい。左に行くと。The next street, keep to the left. ここはなんか広場ですね。ブルレアシアターこの右側の方に、あるはずです。ここで左に行かなきゃいけないから。At the next street, keep to the left. At the next street, take a slight right turn.なんか今回は合ってたような気がします。このですね、ふっと急に許すと左側に曲がるか右側に曲がるかというところなんですけど、今回はまっすぐです。まっすぐ行きます。そしてはいはいはい、 At the next street, take a right turn. はい、右に曲がれというところで、そろそろパブリックパーキングを探さないといかんですが、あそこにパーキング発見。そして、この辺にホテルがあるはず。 Your destination has been reached. The destination is on the right. It's on the right って言われてもね、もう分かりませんが、右側あれなので、この、うわ、左側から路面電車来てたし、さあ、この辺はどこに車止めればいいのやら。歩道にもパーキングってあるんですね。なかなか面白い。とりあえずこの辺で一回なんとかゾーンとかありますね。あ、パーキング。パーキングがあるのはいいんですが、場所がですね、どこなんですかね、これ。なんというホテルですか。とりあえず止めます。はい。